山根さん、いつも動画ありがとうございます。今回は誹謗中傷、特にネットに関しての誹謗中傷について非常にためになるお言葉いただきましたね。動画の方を概要欄につけておきますので、よろしかったらね、多くの方にご覧いただきたいと思います。そうですね、ネットでの誹謗中傷に対してこういうことを言う人がいます。何と言いますかね、いや俺もネットでいろいろ誹謗中傷受けてるよと、そのぐらいなんだよみたいなね、心強く持てよと、まあ気にすんなよみたいなね、こんなことを言ってくる人もいるんですよ。もちろん人それぞれ受け止め方がありますんで、そう思って、買わせる人も、そういう方もいるでしょう。でもね、やっぱりネットの誹謗中傷に耐えられない人もいるんですよ。耐えられないのにやってしまう人が、まあ大多数なんですよね。ですからそういう人の気持ちを配慮すると、そんな気にするなって一言で片付けるもんではないと思うんですよね。で、私はね、やっぱりこう、私はこうなんですよね。言論っていうのがなんで自由になってるかってことをよく考えます。言論の自由ですよね。この言論の自由ってのは何であるかっていうと、言論を自由にしても人を攻撃したりとか汚く罵り合う人はいないだろうという性善説があるからこそ言論の自由が担保されてるっていうふうに思ってるんですよね。まあ、ですんで、あまりにもね、言葉による攻撃とか、それによって、心の病気になったりとか、争いが絶えなかったり、まあ、自分の命を絶つ人がね、これからも先出続けるようになると、言論統制を例えばネットの SNS でやるとか、 Twitter で言論統制するとか、 Facebook でこの言葉使うなってなったりとか、 YouTube でこの言葉をつけたら動画を削除しますよ、バンにしますよとか、ひいてはですね、裁判で有罪にしますよみたいなこと、この言葉を使ったら即有罪ですよみたいなね、言論統制が起こらざるを得ないんではないかなと思うんですよ。まあ、ですんで言葉を使う人に、まあ、ぜひね、もう一回ね、考えてもらいたいなとなんとなく思うのは、その言葉を使うことが世の中を美しくするんだろうか、それとも自分の単なる腹いせなんだろうか、自分の知識をひけらかしたいだけのためのものなんだろうかっていうことなんですよ。世の中は違った意見があってもいいんですよ、ね、で少数派だから間違ってるってこともないんですよ。特にね、みんなが言ってるでしょっていうので自分の言論に圧力を持たせる方っていると思いますけども、みんなが言ってることってほとんど間違ってるじゃないですか。でそこに立ち返らないといけないんですよ。いつも世の中を動かしてるのは少数の人なんですよ。少数の人が多数の人を引っ張っていってくれてるんですよね。ということはね、多数の人が持ってる意見って疑わなければならないことが結構多いんですよね。まあ、今回は言論による誹謗中傷っていうことだったんですけども、やっぱりね、誹謗中傷する方も結局は誰かの被害者なんだろうなと思うんですよ。で毎日楽しく暮らしてる人がね、わざわざ誰かを探してその人を攻撃しようとかっていう、まあ、そういうことしないと思うんですよね。私のことをちょっと話しますと、私はね、人を攻撃する意思が全くないんですよ。もちろん私も闘争心がすごく深い時があって、自分の思い通りに生かすことがね、すごく大事で、いざとなったらぶん殴るみたいな気持ちだった時も本当に長いんですよ。で私も弁が立つんで人を言いくるめたりとかね、上げ足を取ったりとかして、本当にもう一言も二言も語れないようなやり込め方っていうのも結構してしまったこともあって、まあ、それはね、多くの怒りを買って結局足元を救われてしまう原因にもなるんで、自分が正しくても、いや正しいと思っていても、正しいと思えば思うほど相手の言い分を聞いてあげたいなっていうふうに気持ちが変わったんですよ。で相手の言い分が全部吐き出し終わった後に、で事実っていうのが残ると思うんですよ。もう自分が焦ってね、自分の主張を押し付ける必要はないです。黙っておけば結局は間違ったことを主張している人は間違ったことに気づいてまた別の道を探してくれるんですよ。ですからその時までそっとしておけばいいのかなと思います。もちろん自分の大切な人が間違ったことを言ったりやってる時にね、何らかの反動を受けるような副作用が考えられるようでしたら、それは自分も傷つく覚悟でタックルして止めに行くってことはありますけども、まあ、基本的にはね、違った意見がたくさんあっていいと思いますし、1万人いたら1万意見あって健全な姿だと思うんですよ。で自分がね、やっぱり周りの人に感化されて思考を持ってしまうっていうのが非常に危険で、例えば私今回のね、感染症騒動っていうのは結局どういうことなのかなって言ったら、みんなが危険だっていうから結局その世間的風潮に押されて、必要もないのにマスクをしてみたりとかね、必要もないのにトイレットペーパー買ってみたりとか小麦粉買ってみたりとかしてるっていうのが現状だと思うんですよ。そうではないと、世の中の情報から判断するんではなくて、自分の内から出る判断力で決めていったところに自己責任っていうのは存在すると思うんですよ。
みんなが言ったから、総理が言ったから、行政がそうしてるから、こんなことではないと思うんですよね。もちろんそうは言っても私たちも社会で生きてますから、大多数の人がそう思い込んでやってることに合わせていくっていうのは非常に大事だと思います。ところがですね、自分の行動と自分の主張っていうのが一致しなくてもいいわけなんですよね。で、私もね、マスクをいっぱい配ってるわけなんですよ、今ずっとね。この3ヶ月マスクを上げっぱなしです。それなんでかっていうと、私ね、全然外出しないんでマスクを使わないんですよね。で、外出した時はマスクしますけども、でもね、やっぱり茶番だと思ってるんですよ、こんなことは。だからといって誰よりも安全リスクに関してはそういう私の方が高いと思いますけども、まあ、ちょっと余計なこと言いましたね。意見は違うけども、でもみんなに合わせるってことはやっぱり一部することはあります。常識に合わせるってことはね。でも誹謗中傷する人っていうのはどうなのかなと思ったら、自分の思い込んでることを人に押し付けて気持ちよくなってる。しかもそれがね、いいことをしてるっていうような意識なんですよ。この人を攻撃して攻めてやるぞっていうふうなことではなくて、いや、こんな素晴らしい考えなのに、考えがあるのに、なんでこの人は理解できないんだろう、かわいそうに、とかね、思うことなんですよ。だからいいんですよ。人間はね、勘違いする生き物なんですよね。まあ、ですから誰かが勘違いしてると思っても、別にね、主張を押し付けて考え方を変えるんではなくて、自分の行動と結果で分かってもらえればいいだけなんで、まあ、言論の時は終わったと。今は行動する時なのかなと思います。まあ、ちょっとグダグダと長くなりましたけども、今回の山根さんのね、誹謗中傷に関して、山根さん自身がどう思ってるか、まさに本当その通りでございます。私のこんな、ね、トークを聞くよりも山根さんの動画一本見た方がいいと思いますんで、ぜひね、山根さんの動画に耳を澄ましてみてください。それからですね、やっぱり私たちは言葉を使ってる以上、無意識のうちに悪意がなくても誰かをね、傷つける可能性非常に高いんですよ。それに気づいたらやっぱりね、ごめんなさいって言えるような、そんな気持ちを少なくとも持っていたいですね。今日の動画のまとめですけども、謝って済むことばかりではないんですよ。でも謝れない人は最低ですね、ということでございます。失礼します。